Salut les amis, bienvenue pour la suite de ce Let's Play sur Shadowbringer, qui est la nouvelle extension de Final Fantasy XIV. Dans cet épisode, nous allons finir les quelques quêtes qui nous restent à faire sur Alisai. Et nous allons aussi découvrir une nouvelle région, celle où nous allons chercher Alfino. Les quêtes en elles-mêmes sont pas trop mal faites, l'environnement assez joli. J'ai donc trouvé cette partie assez agréable à faire et je vais vous laisser découvrir ça en vidéo. Je vous souhaite donc une bonne journée ou une bonne soirée, suivant quand est-ce que vous la regarderez. Et je vous dis à bientôt. Allez, salut, bye bye. あそこを見て、大きな結晶の切れ間のところ。向こうに白い地平が見えるでしょ。あれが光の氾濫に飲まれた土地だそうよ。ただ真っ白な、何一つない無の空間。今なお強い光の力を帯びていて、踏み入ろうとすれば体のエーテルバランスを崩してしまう。さっき買ったネクタリンね、ハルリクの。あの罪食い化が進んでた子の好物なのよ。あの子も含め、多くの患者は力ある罪食いに襲われながらかろうじて生き延びた人よ。でもその場では助かったというだけで、敵の力は彼らに食い込み、エーテルを光で侵食していた。加えて環境もご覧の通り、普通の人なら体が自然とバランスを整えるけれど、彼らはもう浴びるがままに光を蓄えてしまう。だからね、遅かれ早かれ、いずれは全員罪食いになるそうよ。テスリンたちもそれは分かってる。だから一線を越えて完全な罪食いになる前に、必ず命を絶たなければならない。意識があった頃、好きだった食べ物に毒を混ぜて、そんな最後何度も見てきたわ。悔しいわよ、今でもずっとね。戦っても戦っても強さなんて足りやしない。それでも向き合わなきゃ。私散々あなたに置いていくなって言っておいて、自分はあのざまだったじゃない。あのタイミングで呼んでくれた水晶校には散々物申してやったけど、誰のせいにしたところで、あなたを戦場に置いてきたって後悔は消えやしなかった。だから決めたの。その分こっちでできることがあるなら、苦しい道だって走り抜けてみせるって。それが今の私の決意で、支えだわ。そろそろ戻りましょうか。長く待たせたらテスリンも辛くなるだろうから。
足りなかったら言ってね。今日は少し多めに作ってあるんだ。心なしかいつもより具沢山じゃない？正解。クリスタリウムからのお客さんなんて珍しいからちょっと奮発してしまいました。するよ。だって本当に珍しくて嬉しいことなんだもの。ほら、ここは捨てられたり別れたりそういうことばっかりの場所だから。もともとは私もね、積み食いになりかけてたお母さんを連れてここに来たの。助けられない、殺すしかないと分かっていながらどうしてもできない。みんな大体そう。それでこんな最果ての荒野を目指すの。ここにあるのは希望なんかじゃないわ。ほんの少しの猶予とせいぜい痛みのない死だけ。それでもお母さんが静かに息を引き取った時、こうして見とれてよかったって本当に思ったんだ。うん、そうだね。救われるって信じていても見てきた人の命を奪うのはね。身勝手かもしれないけど、いっそ闇の戦士が来て変わってくれればいいのにって毎回思うよ。闇の戦士？あれ、知らない？私も由来とかは詳しくないんだけど、有名な伝承だよ。闇の戦士は死の使い、命を刈り取り天の暗き海に返す。誰も逃れることはできない。人も人がなり果てた罪食いでさえも。って感じだったかな。まあ実際にはそんなの見たことがないからおとぎ話みたいなものなんだろうけど。極まりないわね。そうかな。人でも罪食いでも命を返してくれるってところ、私は好きなんだけど。来る。テスリン、大変！ハルリクがいないの！少し目を離した隙にいなくなってたの！
どう？何か見つかった？そっちも手がかりなしか。そう遠くまで行くとは思えないんだけど、罪食いが騒ぎ出しているのも嫌な感じね。もう一回、今度は別の場所。あれも罪食いだわ。多分かなり強い。人を襲いに来たのかもしれない。追いましょう。この世界にあるもので、あなただって最後の時まで大切だ。そうでしょう、お母さん。
潮風と繰り返す波の音、いつの世もその島では時がなぐ。垂れ込めた光の下ではなおのこと、もはや動くこともない一枚の絵のようだ。風に乗り華やかな演奏がかすかに届く。遠くに見える都市まではただ荒れ野が続いていた。
やあ、調子はどうだい？いらっしゃい。今日はすごいわよ。よそのお客が一人来てるわ。久しぶり。待たせてしまってすまなかった。頼まれていた麦の種だ。以前のものよりも多く実るだろう。あら、よく譲ってもらえたわね。さすがアルフィノ、助かるわ。それじゃあ、私は増えちゃった空き家の片付けでもしてこようかしら。ここは好きに使ってちょうだい。とても久々に君と会えた気がするよ。ドマで捕虜交換があった時以来か。私の方はこちらの世界に来てから少し時間が経っているからね。本当に元気そうで何よりだ。こっちで再会したアリゼからもそう言われたよ。あんなに怒られたのは久々だ。改めてそれぞれの無事を祝そう。そして互いがここに至った経緯を交換しないかい？なるほど。水晶校やアリゼからも事情を聞いてはいたが、やはり帝国との戦争は。それにタタルにも随分心配をかけてしまったようだ。どうにかしてみんなで無事に帰らなければ。埋め合わせにいい知らせをたくさん持ってね。そのためにも原初世界と第一世界の統合、第八霊災が発生するという可能性を見過ごせない。ウリエンジェが見た未来を私は本当に起こりうるものだと考えている。彼の証言によれば、原初世界において第八霊災のきっかけとなったのは帝国が使った姿なき死の兵器だったらしい。間違いない、クロバラという毒ガス兵器だ。私はガイウスと共に各地を巡っていた時にその再開発が進められているのを見た。ガイウスはそれをかつて廃棄した研究だと言った。しかし人の争いが絶えない限り、一度生み出された兵器は完全に消えることはない。現象世界で今ある黒バラを破棄するだけでは完全な問題解決にはならないのだ。そういった意味で私たちが第一世界に呼ばれたのは幸運だったんだ。私たちと水晶校の知識を合わせることで世界の統合が起こる真の条件がある程度見えてきた。詳しくはいずれウリエンジェ本人が話すだろうが、世界の統合はする側とされる側両方が重篤な危機に直面することで発生する。そしてここ第一世界側の危機というのが罪悔いの問題なんだ。
だから私はこれを解決したい。それに、たとえそれが自分の生まれた世界のことでなくたって、目の前に苦しんでいる人がいるのを見なかったことにするなんて嫌なんだ。そのための足がかりとして世界政府を自称し、事実大きな権力を持つという都市ユールモアを知ろうと思ったんだ。これからすべきことを定めるために。よければ君にも同行してもらいたいのだが、どうだろうか。嬉しいよ、久々に君と旅ができる。改めてこちらでもよろしく頼む。